ていうか。で、なんか見てる姿も可愛いんですよ。見てください。がっかり。なんで？いや、これ、この辺りでこれ食べる。手に持ってこう、味わってきて、この派手さも違う。ほんと、これ違う。これ、いやいや、最後、食って食べるのがあるやんか。味わいなさいよ。高いってよくないよ、あんた。絶対チームにね。いくらいあらあらあまた来てる。残念。ねえ、一緒さんに手に取ってね、味わってくれてたけどね。もうなんだってな、本当に。はい、それじゃあね、今日またちょっとね、おもちゃいただきましたんでね、新しいのちょっと内緒にみたいなと思います。いいよ。ね、まあ、あの、昨日のもね、だんだんとね、お世話になってですね、で上がってますんでね、そんなにね、子供の頃のようにですね、子供のように無邪気におもちゃが欲しかったら、なかなかね、最近遊ばないんですけどね、まだ入れるわーって言ってるぞ。まあ、1年かかるんですかね、これね、まず持ってね、そのまんまこれね、一番安全な自分の通路にね、持ってて隠してあるからね、また持ってきて出てくるかなっていうの。僕もね、神経でああやってね、自分のつながるものを持ってくる。はい、これを持ってきてね、これで遊んでくれないんですよね。Yeah.